も、ギブスがついたままの状態になっております。これでひねりを加えると言いそうなんで、こういってんだよな、ゆっくり下ろす。マスクゴミ、お疲れ様です。だいたい30分ゴミ拾いをして、こんにちは、12月10日日曜日の、午前中です。先週に引き続き今日も、ギブスがついたままの状態になっております。もう1週間2週間3週間近くに、間もなくなろうとしています。このギブスしている間は、走ったりだとかの運動は一切していないです。あとサウナもですね、行けてません。で、この間、この多摩川で、ゴミ拾いをやりたいっていう話をしていたんですけれども、地元のスポーツショップでですね、ストライドラボ川崎店さんっていうのがあるんですけれども、そこの方よく、お店お邪魔させてもらったりするんですが、今度ゴミ拾いのイベント一緒にやりましょうっていうふうなことになりまして、急遽12月の24日クリスマスですね、クリスマスイブの日日曜日にですね、この多摩川で、ゴミ拾いのイベントを、お店の方が主催してくださってやることになりました。自分もちょっとゴミ拾いお邪魔させてもらおうと思っております。よろしくお願いします。その来年1月ですね、これはまた自分たちで、何かゴミ拾いのイベントみたいな形を取りたいということで、すいません、全然考えが進んでないんですけれども、ちょっとこの怪我次第で、日程とかどうしようかなというふうなことを考えております。それもよろしくお願いいたします。だもんで、今日はまだ走れない、なので今日は筋トレをやろうと思ってます。結構もものここに、負荷がだいぶきますね。で、このここ片足伸ばして、こっちの片足で、この90度ぐらいまで曲げるんで、ここの辺とあともも裏ですね、もも裏相当きますね。で、これでひねりを加えるといいそうなんで、こういう形で体幹も、この体幹の部分もですね、だいぶきます。これを10回を3セット10回を3セット目安にやります。ももに来ますね。この辺来る。ぐらつく。10回3セット。背中側の足裏側の筋肉を鍛える動きです。これ1点だよな、ゆっくり下ろす。背中開いて、ここが水平で垂直、この状態ですね。水平で垂直になるように、肩が痛い。いやー、これ結構しんどい。
ここが水平で膝が垂直になってるのか分かんないけど見えないんで、左右10回ずつ3セットやりました。よし、じゃあ次はつま先立ち、つま先立ちですね。これ10回ずつ1、2、3、減った、4、5。なるべくゆっくり上げてゆっくり下ろすっていう方が効きそうですね。いや、以上こんな感じで、ちょっと筋トレの様子を、撮影してみました。最後ちょっとこの辺ゴミ拾いを一周して終わりにしようと思ってます。行ってきます。お菓子の袋、よいしょ、よいしょ、吸い殻、よいしょ、マスクゴミ、疲れ様です。だいたい30分ゴミ拾いをして、これぐらいの量が、集まりました。ノーランノーサウナ生活、3週間近くになります。来週あたりはもうちょっと運動ができるような状態になってればいいなと思ってます。なかなか絵になる動画になってませんが、今後も引き続きよろしくお願いいたします。今週はこのぐらいです。お疲れ様でした。ありがとうございます。